はい、今回ですね、こちらのイノホイさんの商品ですね、紹介していきたいと思います。まあ、罠の構造的にはいわゆるトラバサミ式、またはカサマツ式でもいいのかな、といった感じのね、こういうふうに罠が挟まる、可動式になってます。まあ、全てね、こちらプラスチック、まあ、ABS 樹脂だったかな、出てきて、いまして、まあ、錆びることがないのがね、まあ、メリットかなと思います。はい、こちらね、取り外し、とか可能ですね。はい、はい、で、こちらなんですけど、まあ、売り文句としてはこちらの調節ネジをね、広げてあげることでね、摩擦によって負荷調節ができるよっていう風に書いてるんですけど、まあ、個人的にはですね、あまり、そんな負荷が変わらない、ので、まあ、負荷調節したいのであれば、これわざとこちらに罠 2.2 ミリのドリルで穴開けてるんですけど、こちらにですね、爪楊枝刺してもらってですね、こちらの爪楊枝、刺してもらって負荷調整、するといいんじゃないかなと思います。またこの、まあ、板がですね、厚さ、まあ、3.5 センチぐらいなんですけど、まあ、この板をですね、まあ、二重にしてあげることで、なんですか、このくくる高さがね、高くなるので、板を2つ買って、まあまあ、3.5×2 で7センチの深さにしてセットするといいんじゃないかなと思います。まあ、テープでね、まあ、くっつけて、はい、あげるといいかなと思います。はい、で負荷調節は多分爪楊枝 2.2mm ドリルで穴開けて負荷調節するといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、値段とかですね、はこのようになってます。でこちら横の長さが 13.5 センチぐらいですね。で縦は、12センチ、となってます。こちら12センチですね。はい、このようになってます。まあ、ざっと見るとこんな感じですね。はい、じゃあこんな感じで、ね、今回はイノホイさんのこのくくり罠の紹介終わります。